タイムを見ていただいたということで はい、ということで、皆さんこんにちは、白くまななみんです。はい、ということで、本日は事前に告知しておいて告知してあった通り、画面が動く、こちら、ででん、七夕のイラストを描いていきたいと思います。こちらはですね、ただの画用紙にマッキーで絵を描いて水彩色鉛筆で塗って、割り箸これ普通の割り箸、割り箸にマスキングテープで貼ったものですじゃん、こんな感じでね、七夕に関するイラストをたくさん描いていきたいと思います。はい、じゃあね、こちら白熊ななみんちゃんはこちらに置いて、早速絵を描いていきたいと思います。こちら使用するのはですね、 iPad、 動画でね前紹介したんですが、 iPad Pro とこちらぼやけてる Apple Pencil で描いていきますはい、すごい、みんなコメントありがとうございます。一緒にお絵描きしてますだって。勉強しながら見させていただきます、頑張ってください。はい、ということで早速ね、描いていきたいと思うんですが、難しいんだよね、織姫と彦星って。一旦簡単な笹ってめっちゃ言いづらい、作業を言うのがすごい苦手なので、ちょっと笹を描きます。使用しているソフトはプロクリエイトっていう iPad 専用のアプリを使っております。へい、じゃあ一旦どんな感じで進めてこう、まあ一旦ちょっと書いてみようかな。まず下書き書きます。イメージ的にはこうやって笹がピッピッピッとね、こうピッ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 とピッピッピッとあるっていう感じ。笹2本書こうかな、なんか鳥の足みたいにコメントも読んでいきたいね。そう、織姫と彦星さんとかね、難しいよね。はい、これ下書き下書きでこれ薄くして、この上に本書きをしていきたいと思いますと。笹は、まあ、真ん中にでっかい線がこう真ん中の軸になるのがあって、でまあ適当に竹ってこういう横線になってるから、でピョインピョインとピョインピョインと生やすわけです。すごいコメントたくさんありがとうございます。どうもありがとうございます。そう、こちら今来た人たちは初めまして。七夕専用の、七夕専用、七夕の白くまななみんです。ミョインミョインと書いていきます。まあここら辺はもう本当に完全にフィーリングというか、多くてもよし、何してもよし、葉っぱが描ければよし。コメントポチリもううまい、イラスト癒される、ありがとうございますこんな感じで、なんか線だけだとあんまりうまく見えないんですけど、意外と色をつけるとそれっぽくなっちゃうので、線の段階でなんか変だなっていう風に思っても、まあまあまあ完成するまでは諦めずにちょっと描いてみてください
初めてライブ来れた、ありがとうございます。こちら、おっと消えちゃった。白熊ななみん YouTube ライブ、前回第2回で今回は第3回なんですが、第2回の時はね、すごい成功したんですよ。 YouTube ライブ音質もよく、たくさんおしゃべりしながらできて、で先ほど始まったんですが、開始早々10分前後の音声トラブルを経て現在、いやー、なんで調子が悪くなっちゃうんですかね。またもし次回やるときはトラブルがないようにしたいが、原因が全く分かりません。はい、ということでこちら完成しました。で、まあ、ちょっとさあ、ここ消えてる。笹っていうのは飾りがあると思う。これにも書いてあるんだけど、飾りがねたくさんある。短冊とか、このなんか三角形がくっついてるやつとか、ひし形がたくさんついてるやつとか。なので、これをどんどん飾っていきます。消しゴムになってる。これはもう本当に自分が好きなように適当にやってください。おっと、視聴者さんが300人を超えました。どうも皆さん、ななみんです。コメントを気軽にしてください。幼稚園の時そういうの折り紙で作ってた。あ、そうなんですよね。よく幼稚園とか保育園とかでこういう制作の時間があったんじゃないかなと思うんですが、それを思い出しながらやると、なんだろう、幼稚園の先生になった気分で できて楽しいかなと思います。よし、これ後で色塗るんですが、これスイカです。 コメント、輪飾り書いて、あ、そうですよね、お誕生日とかによくやる輪っかのやつ、こう書いて、こうすればもうできる。こう書いて、見えるかな？多分後で色つければわかるかな。輪飾りは適当にこういう感じで書いていきますと。こちら、この前届いた iPad で書いています。ふんふんふん。七夕に関するエピソードとか皆さん書いてくださって面白い。ふんふん。よし、ではちょっと飾り付けに入りますね。あとお星様とかね。あとこっちがひし形だったから、今度こっち三角形にしてみようかな。輪っかで三角、うんうん。ぽい。ぽい。はい。ということで、ぽいのが書けました。ので、お次。今回は、人にしようかな。織姫様と彦星様。織姫様と彦星様が、どうしようかな。例えば、これ。彦星さんが、なんかこういう手つないでる感じも、あ、でもそしたら顔が見えなくなっちゃうからな。普通に仲良さげにしている感じにしようかな。この十字架は花の位置のイメージでいつも書いてます。これがこうなってれば、こっち向いてる、こっち向いてる風だし、これがこうな、ちょっと違う、こうなってたら、こっち向いてるみたいな感じで、いつも自分でこの十字書くようにしてます。スイッ。で、これ、ヒコ、オリ、という感じで、やっぱまあ仲良しって感じだよね。仲良しだから、まあ、こう
2人で手を取り合ってる感じかな。で、天の川だよね。天の川でふわふわしてる感じだから、まあ、ちょっとこうひらっとしてる感じで、でここがこうひらっとしてる感じで、うんふんふんふん、いいね。よし。こんな、おっと、画面揺れちゃった。こんな感じでいつも書いてます。よし。コメント、そう、コメント、そう、書くのに夢中になっちゃうとね、コメントを読めなくなっちゃうんですよね。筆圧変化、こちら筆圧変化っていう、筆圧変化っていうのは、なんかこう軽く持ったら細くなって、太く蹴ったら太くなるっていう、これ筆圧変化っていうんですが、私がいつも使ってるペンは筆圧変化なしに自分でカスタマイズしました。同じ力強めたりしても全然変化ないペン使ってます。彦星が普通の男の子に見える。そうなんですよ。私ラフは適当にやるっていうのが自分の、なんだ、ラフは自分が分かればいいっていうあれなので、今脳内ではちゃんと彦星さんと織姫様になっております。ではね、早速書いていきます。これがさ、洋服がさ、ないんだよね、その現実世界に。だから自分で考えながらやっていかないといけない。まあいろんな七夕のお話とか見ながら、お話というか参考資料というかイラストを見ながらちょっと書いていきたいなと思います。左側に今パソコンを設置してるので、そちらでちょっと見ながら自分なりの織姫彦星様を想像してやっていきます。ふん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 、よし。では、よし。難しいな。センター分けかな。センター分けなイメージ。で、お団子ヘア。お団子っていうのかな、これ。なんかおしゃれな、クシュッと素材のやつです。なんか、なんだこれ、タコみたいな形になっちゃった。おしゃれなクシュッと素材。はい。これどうなんだろう。まあいっか、ちょっと一旦書いてみて、様子見て、またどんどん変えていくっていう感じでやっていきます。彦星様の顔です。手は反応しないんですか？そうなんです。こちらの iPad は、設定があって、手で書けるっていう設定もあるんだけど、私はこのペンだけで、消しゴムは指でできるっていう設定にしてます。まあいろいろね、機械って触ってみるとあるので、設定するのとか。もし iPad ゲットできる機会があったら見てみてください。よし。じゃあちょっとこの手を取り合ってる感じを書いていくか。むずいな、これね。難しいな。ちょっとほわっとした服装がいいから。右側でしょ？これ難しいんだよな、和服。なんかドレスとかワンピースとかならね、パパッと描けるんだけど、和服はやっぱり難しい。コメントも読みながらやっていきます。頭アイスクリームみたい。おい しそう。 あれだ、31のあのカップの上にあるやつみたいな。いいな、アイス食べたいな。これはこんな感じでいいのかな？もっとすぼめた方がいいのかな？難しいですね。ちょっと肩幅が小さすぎちゃったかな。そう。いつも SNS とかにイラストを載せてるんですが、こんな感じで、こう描いては全体的な様子を見て、近づいて描いては全体的で見て、
バランスを整えながら書いています。絵ってね、なかなか過程を、途中の制作風景とかあんまり見ないと思うので想像しづらいと思うんですが、いつもこんな感じで書いているんです。はい、難しい。ほいほいほい。で、こういう洋服とか描くときは脳内でそのこの服の中がどうなってるかを考えながら描いてます、いつも。例えばこれだったら腕がこう来て、でここ関節でこう手があるのかなとか想像しながら洋服をね描いています。天の川と流れ星描いてほしいです。はい、背景は後ほど描くので、今は人間をちょっと戦っております。人間を戦っておりますっていうのなんか変なんですけど、人間を描いています。なんかおしゃれなブレスレットとかつけたりして、おしゃれかはわからないけど、こう織姫さんと手を取り合いながら、手を取り合っている風景を描きたいが、しかしうまく描けるか。よいしょ、よいしょ。ぽいぽいね。はい、ぽいです。意外と書くスピードゆっくりなんですね。そうなんですよ。タイムラプス、いつも動画出してるの、あれもうほんと死ぬほど早い、死ぬほど早い倍速でやってるんですが、実際は結構穏やかに書き慣れてるのだとピャーって書いちゃうんですけど、意外とねのんびりゆっくり線を大切に書いているんです。倍速がね、そう、なかなか難しくって、でここがこう閉まってピッとなってると、なかなか良い感じ。あー、でもここ長く、いやー悩むな、ここちょっと一回この笹はさようなら、人をね真剣に書いていきます。なんだろう、ちょっとアラビアンな裾がキュッてなってる感じがいいなーって思うので、そんな感じでちょっと書いてみようかな。めっちゃむずいな、めちゃめちゃむずい。難しい。パンプスみたいな感じなのかな、男性だけどちょっとパンプスみたいな感じでいいのかな。靴とかね、足ってバランスよく描くの難しいんですよね。でもなんかいい感じ、なんかいい感じですね。いい感じでした。 はい、で、こちらのイラストは最終的に Twitter や Instagram、 あと YouTube のストーリーズ、ストーリーズ、コミュニ、言いづらいな、コミュニティに載せようかなと思ってます。はい、ということでこちら、彦星さん、一旦終了です。で、次が、織姫さんを書いていきたいと思います。コメントありがとうございます、皆さん。テスト勉強中の方結構いるみたいなんですが、勉強頑張ってください。そして、そうですね、なんか、いろいろと、いろいろとコメントをいただきましてありがとうございます。途中から来てくださった方もこんにちは、白熊ななみんです。さて、顔はちょっととっておき感、とっておき感というか、なんか、なんだろう、顔のなんだ仕上げ感っていうのがあるので、顔はちょっと一旦私のっぺらぼうで描きます。さあ、織姫うまく描けるのか。織姫はなんか頭に噴水みたいなのがついてた気がするんですよね、謎の噴水。織姫も結構センター分けなのかな。織姫様もセンター分けでお送りします。耳は出しちゃおうか。
ちょっとおしゃれにしたいので、ピアスはちょっとチャラいかな。ピアスじゃなくて星にしとこうかな。いや星もピアス、もう分かんないや。はい、可愛いのをつけました。で髪飾りとかもなんか可愛くしたいな。ここの飾りね、こう噴水の部分どうなってんだろうな。ん、噴水の部分はこれ、あ、お星なんか王冠みたいな感じなのかな。王冠みたいな感じでちょっと描いてみようかな。はい、やっぱ天の川っていうイメージなので星をたくさん描いてみます。はいはいはい、ふん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 、何かしらが乗りました。でここから髪の毛が多分ね噴水みたいにピョーンとなっているので、あ、その前になんかこうなってるのかな。噴水の前に一旦噴水みたいなのがある。こういうお雛様とかも頭になんか乗ってるよね。それそれ、これ何なんだろう、何の飾りなんだろう、どういう意味があるんだろう、どういう意味があるのかがちょっと分かんないんですが書いてます。ななみんさんはピアスはしていないんですよね。耳タブがめちゃめちゃ、耳タブがめちゃめちゃあるっていうのも変なんですけど、副耳でなんか開けませんでした。謎の理由なんですが、そうです。では織姫さんの髪型を描いていきます。ここからがポイント、噴水。これど当時どういう気持ちでこの髪型を設定したんだろう。あれかな、無限大みたいな、無限大みたいな意味なのかな。すごい独創的なヘアスタイルだなと毎年七夕の、これでいいのかな、まあこんな感じか、独創的なヘアスタイルを描いてみました。で個人的に髪の毛はロングの方がいいんだけど、どうなんだろうな、ロング、ロングなのかな、ロングでお送りしましょう。それではここからよいしょ、ディリン、ロングだから、あ、消えちゃった。ちょっと一旦こう髪の毛を描いてみます。後ほど消えるかもしれないけど、こんな感じで流れるように髪の毛を描いてみました。織姫はロングのイメージ、うんうん、やっぱりそうか、噴水じゃなくてリボンじゃない。そう、私もこれリボンだと思ってたんですけど、なんかどうやらいろんなイラストとかいろんな資料とか見ていると結構なんか髪の毛なんですよね、色が。だから、あ、これ髪の毛なんだと思って、私も髪の毛として描くようにしてます。で、そう、これからこの織姫様のお洋服なんですけれども、あれがあるのね、羽衣があるんですよ。で、着物を描きました。まあ、着物がこう着物の上にさらに着物的なそれを着てるのかな、いやちょっと待ってね、これを、あ、なんか、あ、なんか今いろいろ見てたらレースみたいなやつ出てきてめっちゃ可愛いな。レース調のやつ描いてみようかな。こんな感じでちょっとレースにしてみる。独創的な着物をちょっと描いていきます。そしてコメントもすかさず、はい、ありがとうございます、コメント。あ、抜ける方とか、あの、全然気軽に抜けてくださいね。全然こちら録画残しますので、またお時間ある際にぜひ皆さん見てください。あー、バランスが難しいな、これ。ちょっと頭が大きかったのかな。
こういう微調整もしながらやっていきます。ピッピッ、よいしょ。これもこれもレースを、初め私レース全然うまく描けなくて、もうレースの写真とかをなぞったりとか描いたりとか、漫画の人の、漫画家の人が描いてるのを真似して描いたりとかめっちゃした。未だにちょっとうまく描けないんですが、難しい。よし、ちょっと不思議な感じだな。まあ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 、まあいいか、それっぽいので、はい、いいとしてください。じゃあお洋服、あ、なんかリボン描きたいけど全然見えないな、これ髪の毛で。じゃあここはリボンがあるっていう想像をして、羽衣結構ひらひらさせたい。羽衣はじゃあ後ほど描くから、これはこれで一旦。いや、洋服とかって書くの難しいんですよね。もう書くしかないというか、練習するしかないんですが、まだに私も全然うまく書けなくって、試行錯誤の日々でございます。出来上がりが気になります。はい、出来上がり、ちょっと1時間、おっと、もう30分も経ってるやないか。はい、1時間で頑張って書こうと思っているので、完成ちょっとお待ちくださいね。なんか喋りながら書いちゃうからやっぱりね、手が止まっちゃうっていうのがあります。くー、よいしょ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 、ほい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 、うん。で、足のところはどうなっているのかな。なんかまあこうあって、ここで結んでこうあるから、こう中もワンピースみたいな感じになってるのかな。あ、ワンピースみたいな、着物ワンピースみたいな感じで、お、いいんじゃないこれ、結構かわいい。お、ぽいね、いい感じ。焦らなくて大丈夫ですよ。ありがとうございます。1時間で完成目指して頑張って、ありがとうございます。さらさらと書いていく流れの良さが美しい。あ、なんかノリに乗るとめちゃくちゃ早口になって、でめちゃめちゃ手が早くなるっていう、早送りモードでお送りしております。顔かっこ何ラフなくして、顔はね普通の顔にしよう、シンプルな顔、真ん中ら辺に、シンプルなお顔でございます。おっと、ホークローが消えた。はい、どうしようかな、目閉じてるのもいいけど、楽しそうな顔がいいかな。あえて嬉しいっていう感じの顔にしたいな。わあ、目が、うんうん、あ、なんかそれっぽいですねこれ。ありがとうございます。こんな感じで書いていきましたが、そうね、まあ一旦ちょっとこれ色を塗ってみましょうか。もう時間だ。イヤホイ。適当に色を塗っていきます。と。コメントも読みながら。今来ました、ななみんさんもイラストも本当に可愛い。ありがとうございます。今来ていただいてありがとうございます。今から着色作業に入ります。色を塗っていきます。
いい感じのカップル ありがとうございます。おっとほくろが消えた そう、これ2つの指でピッてやると1個戻るっていう設定にしてるのですぐ消えちゃうんですよね。そうで色を塗っていきます。なんか多分いろんな色イラストレーターさんたちのいろんな塗り方があると思うんですけど、私はこんな感じですという参考になればいいね。よし、アプリはプロクリエイトを使ってますななみんさんの塗る色は大好きです、ありがとうございます。もうね、最初の方は全然色、なんか動画でも多分説明したんですが、色って本当に難しくって、もうなんか感覚を研ぎ澄ますというか、何、感覚でやるしかないというか、あんまり頭で考え、最初はね本当に勉強していろんな本読んだりとかいろんな絵を見たりして勉強するっていうのをやって、どんどん体に染み付かせて、もうあとは自分の手だけで動くようにするっていうのが一番いいかなと思うので、もうやっぱ絵は描きまくるしかないというふうに思います。落ち着く声です、ありがとうございます一瞬ロボット声になりました。それは機械の本当の機械のバグなのか、それとも私が本当にロボットみたいな喋り方をしていたのか、どっちなんだろう。温泉じゃない音声トラブルがね今日あったから、ちょっとトラウマになってますね私今。なんで音声トラブルになっちゃうんだろうな。まあめげずにまたライブどんどんしていきたいなと思うので、ぜひともどうぞよろしくお願いいたします。はい、髪の毛塗ったぞい。じゃあこっち、彦星様は水色のイメージがあるので水色で塗っていきます。今時間何分だ、41分、ひぃ41分、頑張ります。ずんどこ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 。いつから絵は描いていますか。これもね、確かどうしたら絵が上手くなりますかっていう動画を過去に出してるんですが、その時に確か話したんですが、私はね、いつだっけな、本当に小さい頃からずっと紙とペンをずっと持ってて、例えばなんだろう、なんか病院の待ち時間とか電車の中とか、そういう本当にちょっとした時間でも唯一時間を潰せるのがお絵描きで、親も結構ねずっと紙とペンを持たせてくれていて、なんだろう、無理やり描くというよりは自然と描くようになってました。2歳は持ったな、違うな、2歳は持った、でも保育園の年少さんより前ぐらいから多分描いてたかなって思うから、まあ3歳4歳とかそういう小さい頃から描いてました。で小学生の頃は結構漫画か、その漫画、少女漫画とか、そんぐらい、そういう、なん、そう、なんだ、その当時流行っていた女子たちに人気の漫画とかの漫画家になりたくって、そういう少女漫画チックな絵を描いてたんですけど、なんかいつの間にか描かなくなっちゃって、で高校生ぐらいかな、高校生ぐらいの時になんか少女漫画系の絵はあんまり描かなくなったけど、なんかゆるい絵を描きたいなってなって、いつもノートの端っことかに絵を描いたりとか、
当時多分インスタグラムが流通っていうか、そのインスタグラムっていうアプリが出来たてほやほやの時期に、私リアルタイムにインスタグラムを始めてて、でそこで絵を描いたりとか、今でもそのアカウントね、もう自分だけしか見れないようになってるんですけど、今でもそのアカウントあってたまに見に行くんですけど、めっちゃなんか懐かしい絵が はい、という感じで今ひこ星様のお洋服を塗り終わりました。一番初めこうやって全体的にベタ塗りっていう感じかな、で塗っています。これはね、後から柄を描くので一旦保留しておきます。次、織姫様、このダブル噴水、王冠と髪の毛のダブル噴水を塗ります。不思議な髪飾りだな、これ。どういうことなんだろうね、これ。何なんだろうね。はい、で OK。 お洋服ピンク系か。あ、羽衣描くの忘れそうだから、ちょっと後で描かないと。描き忘れてたら教えてください。パステルっぽい色がいいかな。いい感じ。あ、かわいい。いいね。そう、絵描くときはね、こうやって心の中で、今全然喋っちゃってるんですけど、心の中で、あ、かわいいね、かわいいね、みたいな。なんか、自分で自分の絵を褒めて高めていくと、最終的にめっちゃ満足度の高いいい絵が描けると思うので、皆さんもぜひ絵を描くときは、なんか、はあ、うまく描けないなっていうよりは、え、前より全然うまく描けたじゃん、やったーみたいな気持ちで、ポジティブな気持ちで描くといい絵が描けると思います。よ、いいんじゃない、これ。かわよし、かわよし。はい。で、どうしようかな、中の色、紫色。あー、悩むね。赤っぽい感じ。どうかな？あー、ちょっと違う。もっとパキッとした。まあ、赤で一旦描いてみようか。これをこうして、これをこうしてこうという感じです。よいしょよいしょよいしょ。コメントが全然読めないよ。ななみん先輩、参考になります。 ありがとうございます。ピンクのイメージです。そうですよね。 ダブル噴水。 プロクリエイト iPad 専用のアプリです。ぜひ自分で調べてみてください。ところどころ書いていないのですか、あえてですか。そうなんです、これはまた私の中で決めてるルールみたいな感じで、この抜けてる部分に光が当たってるみたいな、脳内でイメージして色塗ってて、ここが空いてた方が見た時にすっきりしてるというか、なんだろう、まあこれは完全に感覚なので、そういう風にしてます、自分の中で。 世の中には説明がうまくできないこともあるんだなと思います。よし、じゃあちょっとね、色上小物を塗っていきますと。難しい、色がなかなか。ちょっと濃いな。こんな感じで全体的に一旦塗れたかな。よし、じゃあこんな感じでちょっと徐々に細かいところまで塗っていきたいと思います。織姫ちゃんの足が見えてないのは中に入ってる感じですよね。まあこれはもう本当に見た人が分かればっていうか、見た人が違和感なければいいのかな。何言ってんだ。まあそう、そうです、そうです、そうなんです。私の中でこれは足が収まってるっていう、あれ、イメージで描いてるので。 お願いします。むず。
むずむずのむずですね。じゃあ、あとここからはちょっと細かくどんどん書いていきますね。柄どうしようかな。よし。なんだろうな。あ、グラデーションとかでも結構いいんじゃないかな。難しい。色塗りはね、難しいんですよね。何時で終了って決めてるんですか？私の中で1時間で完成させたいなと思ってます。ラインスタンプはめっちゃ出てます。白熊ななみんで検索してみてください。顔と手の色は特に塗りません。これは私の中のルールって感じです。本当に絵ってね、人によると思うので。ちょっと待って、これど、え、ど、パッ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 パニック、パニック。これを、なんか柄を描いていきたいんですか。チェック柄とかもいいかもしれないね。声が国語の先生みたいにはっきりしていて聞きやすいです。 ありがとうございます。なんか私、YouTube 始める前、全然自分の声のこと何も考えたことなかったんですけど、なんか動画始めてから滑舌すごいですねって言われてて、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。でも、ら行と作業がすっごい苦手で、いまだにちょっとら行とか作業が言いづらい。コメントたくさんありがとうございます。洋服の柄もなかなかね、チェック柄いい感じかな。いいね、いい感じ。ちょっと動きを持たせてチェック柄を変えて、織姫様のお洋服の柄どうしようかな。個人的に水玉が好きなので、突然ポップにしてみたいと思います。ポップな感じのお洋服。ななみさんいつも噛みますよね。 私さ、めちゃめちゃ噛んじゃうの、ちょっとね、本当にもうどうしたらいいんだろうという感じです。口がなんか早く回したくて、もう口めちゃめちゃ動かしてもなんか絡まっちゃう、口の中が。 どうしようかな、どんな柄にしようかな。ちょっと謎の柄に、よくわからないけど謎の柄を描いておきます。お、結構なんかいい感じになってきたのかな。ズボンもボーダーにしてみようか。いい感じ。いいんじゃない？お、いいんじゃない？いい感じ。この水玉の描き方すごく好きです。参考にさせていただきます。そう、私これ、あれ消えちゃった、薄く描きすぎた、レイヤーが変わってなかった。これね、この水玉の描き方、私いつも逆に綺麗な丸が描けないから、こうやってたらそれっぽいからいいなっていう感じで、これを描くようになりました。そう、伝わればいいんですよ、絵は。なので、自分が一番楽しく描いて、楽しく描けたら一番いいですよね。よし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 、いい感じ、柄いい感じ。はい、ということでこんな感じで できました。じゃあ、
からほっぺの色とかを塗っていきます。さっき肌の色はあんまり塗らないって言ったんですけど、ほっぺとかは結構塗っているので、こちらは塗っていきます。難しいな。ここもいつフィーリングでやっているので、これはですね、いつもイラストにメイクをしている気分でやってます。イラストにメイクを施してあげるっていう感じでやってますね。ほわほわほっぺにしてみましたと。で、あー、間違えた。はい、ほわほわのつやつやをやって、よしよし、お、なんかいい感じ。はい、という感じで織姫彦星が完成しましたが、と我々は何かを忘れている。そう、笹の存在を忘れているということで、今度は笹の色をちゃっちゃかちゃっちゃか描いていきたいと思います。すいません、なんか織姫と彦星ゆっくり。お、そうだ、羽衣 すごい、さっき言っといてよかった、忘れてたら言ってって。いやー、よかった、本当にありがとうございます。大変救われました。ということです。羽衣をね、描いていきます。羽衣は透明感があるから、これをこういう感じで、髪の毛の外側、髪の毛の内側、髪の毛の外側か、髪の毛の外側にこういう感じか、こういう感じね。ここに出るとこういう感じ。よしよし、パッと見なんじゃい、パッと見なんじゃいって感じだと思うんですが これをですね、ちょっとなんじゃいをそれっぽくしていきます。もうね、適当に塗ると、適当に色がかぶっても気にせずどんどん塗っていくと。よいしょ、はい、塗った。で、今度こっちか、こっち側も気にせず塗っていくと。こっちも気にせず塗っていくと。そい、はい、ほいや、はい。で、これをこれを色の下じゃない、これで透明に、どう？それっぽい、ここの重なりの透明感がちょっとそれっぽいんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう はい。で、これ羽衣は透明だから、ね、ちょっとどうしようかな。ハイライトっていう概念がないと思うが、まあ、このカーブのとことかにちょっとそれっぽい光を与え、今にも消えてしまいそうな透明感のある羽衣を描くと。なんかそれっぽい。どうでしょう？あれ、あと2分？え、これ背景描けないやないか。これちょっと背景描いちゃいますね。時間、すいません、押します はい、じゃあこちらができたので、一旦まず笹の色を塗っていきたいんです はい、なのでこれをちょっと色を塗っていきたいと思いますと。
これ一旦なくして、すごい羽衣の透明感すごい、ありがとうございます。 はい、こんな感じでちょっとね、急ピッチで仕上げていきます。ずんどこ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 。今日は日曜日、この配信をしている日は日曜日ですので、明日からまた新しい週が始まりますが、皆さん元気出してやっていきましょう。すごいこうやってね、喋ってるからね、手がどんどん遅くなっていってしまうんですよ。コメント、ずんどこ頑張って、ずんどこずんどこ。 今日誕生日の人おめでとうございます。明日から学校頑張ってください。いや、まだまだコロナウイルスがね、怖いのでね、本当になんかアルコール消毒のやつを持ち歩いて、密を避けて、どうか楽しい日々を過ごしてください。笹の色はまあ適当に塗っております。スイカスイカスイカ、これはスイカです。はい、スイカっぽい。はい、次、短冊、まあ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 、はい、こんな感じ。はい、次。次は、まあ、これはまあ適当に赤。もうここら辺の色はフィーリングで、赤。なんか淡いやつで、なんか紫かな。はい。はい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 、できた。スイカ、そう、スイカ。次、こっちの笹、いきまーす。ずんどこずんどこ。ずんどこずんどこ。よし、ちょっとコメント横目で見てるけど全然答えられない。もう画面を見まくってる。淡い色好き。 ありがとうございます。急いでるからテンポがすごい。いや、本当にそれ、もう本当に焦ってますね。いや、そうなんです。私の中でその自分が1時間でどれだけ描けるかみたいな、自分の中のタイムアタック的ななんかことも考えていたので、なんか書けなかった悔しさがありますね。やっぱりね、和服って難しいですね。やっぱり着物とかもなんか生地の硬さとかな、なんていうか、その表現方法とかね、難しいですよね。皆さんありがとうございます。うん。 すごい早いけどうまい、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、嬉しいです。ああ、もうちょっと早く早く、はい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 。天の川ね、今ちょっと頭の中、いつも絵描いてる時、その今描いてる絵じゃなくてそれの次のこと考えてるんですけど、今天の川どう描こうかなって悩んでて、どうしようかな。マジのやつを書こうかな。でも時間がかかりそうだなっていうせめぎ合いが私の中で起きております。最初音声トラブルがあったから、あ、確かにこのね、この動画で間もなく実は1時間を経とうとしているんですが、音声トラブル10分ぐらいあったから実質あともう10分やってもいいのでは。っていう、はい、まあちょっと書き進めていきます。色選び難しいな、色選びが難しい。ちょっと今回は寒色系の色で塗っていきますかね。すごい、 iPad も熱くなってきた。なんか画面がなんだか熱くなってきたよ。1時間ぶっ続けで書くと、もしかしたら iPad も灼熱の機械になってしまうのかもしれない。ひひ。 コメントありがとうございます。よし、じゃあちょっとね、星空がね、これなかなかちょっともう本当に書くのがどんだかちょっとうまく書けるのかなという感じなんですが、パパッと即席でガチのやつを書きます。
はい、じゃあ一旦これ笹と、おっとだいぶかぶってる笹と、これもうちょっとちっちゃくして、で笹たちもちょっとちっちゃくしようかな。あ、こっち側にしようか、こっち側に配置しようかなという感じで、デジタルでやるとこういうふうにすぐに動かすことができてとても良い。ああ、急げ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 、よし。いや、これは斜めの方がいいかな、こっちにこうの方がいいかな。よしよしよし、お、なんかそれっぽいんじゃないですか。はい、じゃあということで、これから天の川をじゃんじゃかじゃんじゃか書いていきます。お、コメント、ウーム所属おめでとうございます。そして、かわいい、ありがとうございます。そうなんですよ、事務所に所属することになり、念願だったファンレターなど頂戴できるようになりましたので、よかったら皆さんお待ちしております。じゃあちょっと一旦織姫彦星さんとこれはさようならして、夜空を描いていきますよ。適当に丸描いて、でちょっとめっちゃ急いでる。こうあって、でこれは輪郭もっとぼわっとさせる。まあ、こんな感じでありましたと。そしたらこれの色をもっと、空っていろんな色が混ざり合ってると思うので、いろんな色で塗っていきますと。いろんな色で、あ、全これ星空っぽいもの適当に塗っていきますと。はい、こんな感じでぐわーっとやりました。で、お、ファンレターたくさん送りたいと思います。ありがとうございます。早くファンレター書こう。ありがとうございます。あー、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ファンレターなど動画で紹介したりしますか。ああ、なんか個人情報とか、なんだろう、読まれたくないっていう人がいるかなと思ったので、動画では紹介しないんですが、いただいた封筒とかの写真を撮って SNS にあげたいなっていうふうに思っております。ひー、夢のやつ、夢のやつです。はい、でこれ、はい、天の川です。これ天の川、あんまり天の川に見えないと思うんですが、天の川にしていきます。これで透明、ちょっとこんな感じにして、あ、もう適当なのであんまり見えんみたいなのがあっても許してください。はい、で天の川ここあるから、星をどんどん散らしていくんですね。星を適当にプツプツと書いていきました。はい、そしたらここのプツプツの上にさらにホワホワを重ねていきますと。はいはい、こんな感じでどんどん重ねていきますと。これと見えます？これ、ぽいぽいですよね。ありがとうございます。おっと、閲覧が今400人を超えたそうです。ありがとうございます。開始して1時間でこんな、そんな、ありがとうございます。今なんか夜空描いてるんですが、夜空に見えなかったらすいません。黄色も使ったりしましょうかね。まずちょんちょんというこの星の大元みたいなやつを適当にプツプツ描いて、その上にホワホワのペンでホワホワさせていくと。結構ぽいですよね。綺麗、すげえ、ぽい、綺麗 コメントありがとうございます。今ちょっとぽいぽい空作りやってます。という感じで、まあ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 、そう見えればいいっていうわけですね。で本当はね、これ下の色がもうちょっと濃い方がいいんだけど、ちょっと濃くしてみようかね。はい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 、サイドマックス、あ、いいですね、意外と。さあ、一旦こんな感じにしようかな。それでは召喚、織姫召喚、ビョン。顔が塗られてないので顔を白く塗っていきます。
本当はまあ肌色とかがね塗られてたらよかったんですが、塗らないっていうあれなので、こんな感じで、これひらめき、もうこれをねこう大きくやっちゃおう。めちゃめちゃ適当にこうやっちゃう、適当にこうやっちゃいまして、ほんでこれを適当にやったらこれ塗りつぶしますと。はい、塗りつぶしたらちょっと大きくして、おや、なんかずれてるな、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、こんな感じで適当にやってこれをぼかすとほわっと、お、めっちゃいい、どう？はい、こんな感じで、あれ結局背景頑張って描いたの全然見えないじゃん なんじゃこりゃ、でもちょっとちっちゃくし、あ、ちょっとちっちゃくして、あれ天の川さん全然見えないじゃないですか、ちょっとまた笹もあれれれれれれれ、全然見えないじゃん頑張って描いたのに、もうちょっと大きくしよう。まあ、こんな感じでイラストとは試行錯誤っていう感じですね。私もまだまだ勉強中という感じで。どうしようかな。せっかく描いたのにな、天の川。白い部分があんまり見えてないのかな。うん。まあ、こんな感じです。コメントたくさんありがとうございます。天の川、いい感じ、ありがとうございます。天才じゃん、ありがとうございます。天の川、見えません。見えません。意外と見えなかったっていう。皆さんの心の中の天の川でしっかりと再生させておいてください。これ意外と濃い方が、この子たちが映えるのかな？意外と。ちょっとね、微調節もしながらっていう。はい、本日は本当にご覧いただきありがとうございました。急に別れのコメントを話し出します。これも適当に囲って、適当に囲って、でこれをぼかしちゃう。うん、いい感じ。じゃーん、できました。ははははイラスト描かれていく過程見るの楽しい。ありがとうございます。そうなんですよね、イラストを描くのって、メイキングって結構早送りしちゃうんですよ私。なので早送りなしで見てもらいたいなっていう時はまたライブをやっていきたいなと思います。季節のものとかね。で、最後は私のサイン。これ、ななみんっていうサインですね。ちょっとキラキラつけ足そうかな。はい。こちらのイラストたち、またインスタグラム、ツイッター、あと YouTube のコミュニティ機能にも載せるかな？多分載せるかなと思いますので、ぜひ、ああ、あの時描いてたのこんな感じで完成していったんだなと。思い出しながら楽しんでください。よーし、いい感じで、そうですね、もうすぐ7月7日七夕当日がやってくるので、そのね七夕も当日晴れるといいですよね。確か去年も一昨年も雨だったんじゃないかなと思うので、織姫さんたち無事に出会えたらいいなと思います。皆さんもぜひ、てるてる坊主とか作って、空を見上げたりしてみてください。はーい、できました。最後にキラキラ描いたらなんかすごいいい感じになりましたね。ちょっと画面暗かったかな？大丈夫でしたか？はい。ということで、コメント、サクッと読みますね。ファンレターを送ったらお返事とかって返ってきますか？ちょっとまだファンレターの仕組みが分かっていなくって、また、何かあったら、何かすると思います。また相談してみます。
スクショしたい。あ、またYouTube とか載せるので、そちらでご覧ください。テスト終わったらファンレター送ります。ありがとうございます。お待ちしております。いやー、今日も今日とていろんなトラブルがありましたが、無事に書き終わってよかったです。TikTok も白くまななみんで出てきます。かわいい。ありがとうございます。ただいま、約1時間ちょっと。絵が完成いたしました。本当にありがとうございました。今日も楽しかったです。私も楽しかったです。作って保存してアイコンとかにするの。作って。私のイラストはフリーアイコン以外は使用禁止なので申し訳ないんですが、イラストの使用は控えていただけると嬉しいです。自分だけの、その他の人に見えない環境、自分のロック画面とか、そういう分で楽しんでいただく分には良いので、ぜひお願いします。プチトマト好きですか？好きです 何回でも見れます。好きでありがとうございました。はい、ということで本日も16時からやっていたライブ見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。すごいなんかたくさんコメントがあって読んじゃうな。やばいやばいやばい。また、ぜひ SNS 等でお話できたらなと思います。はい、7月も始まりました。皆さん、梅雨もうすぐ多分終わるかなと思うんですけど、今ね、ちょっと大変だったりするので、どうかお体には気をつけて、無事に7月楽しんでいきましょう。それでは、ちょっと位置を移動して、ででん。皆さん、今日は日曜日のこんな時間にありがとうございました。またこちら動画で残す予定なので、この動画見ながらこちらのイラスト見て楽しんでください。また動画投稿する際はコメントなど高評価よろしくお願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。以上、白熊ななみんでした。さよなら。バイバーイ。